皆さんこんにちは。さあ始めよう LT スパイスの時間です。 LT スパイス24になって、使い方でちょっと変わったところ、改善されたこと、いくつかお伝えしてきましたけども、今日はですね、視聴者さんに教えてもらったこと、あれこれということで少しお伝えしたいと思います。まあ、まずはですね、コメントの有効無効の操作に関してなんですけども、まあ、こちらのようにですね、ミーズコマンドなどをたくさん記述されていて、まあ、これをですね、一時的にコメントにしたいとき、まあ、今までですとコントロールキーを押して右クリックをして、そしてこちらでコメントにしますなんてやってたんですけども、まあ、実はこれはシフトキーを押した状態でクリックするとトグルするようになっているんですね。これ知ってるだけで随分早く切り替えられて便利ですよね。まあ、それで類似のところでシミュレーションのコマンドなんですけども、まあ、大体こんな風にですね、.op のシミュレーションからトランジェントシミュレーションや AC シミュレーションという風に、まあ、同じ回路図で行うわけですよね。でこれも切り替えするときはですね、今まではコントロールキーを押して右クリックをして、こちらを有効にしたら、また他のものをですね、コントロールキーで右クリックして、そしてこれをコメントにするという形で切り替えてたんですけども、まあ、もちろんこれもですね、シフトキーを押した状態でクリックするとトグルしますので、こんな風にですね、自由にトグルで切り替えられることもできるんですが、まあ、シミュレーションコマンドの場合はですね、まあ、単にですね、何もないところで右クリックをしまして、まあ、こちらのメニューから、今この .op が有効になっているんですけども、例えばトランジェント解析というふうに選びますと、まあ、ここに定義されている数字がですね、このように出てくるんですね。まあ、それで OK というふうにしますと、このコマンドが有効になって、さっき有効だったこちらの .op のコマンドはちゃんと無効になるんですよね。これ便利ですよね。 AC コマンドに変えたいときは、ここからこの AC をやりますと、まあ、こちらに定義しているものがここに見えていまして、そして OK ってしますと、ここが有効になって、まあ、他が無効になるということですね。まあ、ただこの方法はですね、いろいろ複雑なものをやっていきますと、まあ、うまくいかない場合があるんですよね。まあ、例えば同じトランジェントシミュレーションでも時間軸ちょっと変えたいですねってことになった場合ですね、この AC 解析からこのトランジェント解析に戻ろうとした時にですね、ここではこの1ミリが選ばれてしまって、この10ミリが選ばれていないわけですね。まあ、ですからこれで切り替えますと、こちらの方に切り替わってしまって、まあ、こちらには切り替わらないということですね。まあ無理もないことなんですけども、まあ、その時はですね、シフトキーでこのようにトグルさせるということになるかと思います。まあ、それではこの AC 解析ちょっとやってみますね。まあ、このような結果が出ます。この一石のトランジスタの増幅器、入力から出力まで、まあ、こんな風な周波数特性を持っていますということで、とっても綺麗に出ていますよね。で次にトランジェント解析をするわけなんですね。こちらに変えます。そしてまたシミュレーションしますね。まあ、このように同じ信号名でトランジェント解析で出てくるんですけども、こちらのプロットファイル、解析に応じていろいろ設定できるということはもう皆さんご存知ですよね。この状態でスペースバーを押しますと、まあ、このようにですね、以前にトランジェント解析で保存していたプロットセッティングが出てくるわけですね。でこの状態でまた AC 解析に戻してシミュレーションしますと、まあ、こんな風にですね、トランジェント解析のままでこのグラフが出ますけども、まあ、こちらのグラフを選んでスペースバーを押すと、先ほど設定したプロットに変わるわけですね。まあ、知らなかった方はですね、ぜひ活用してみてください。もちろんこれはですね、視聴者さんに教えてもらったことなんですね。まあ、それから以前のバージョンではですね、なかなか操作が難しかった部品の回転等なんですけども、例えばこの抵抗、電流方向を変えたいと思って回転させたいと思いますね。そうすると
まあ、こちらのところからですね、こう部品を握る状態にしまして、まあ、こうやって掴むわけですよね。まあ、慣れるとキーボードでコントロール R で回すわけなんですけども、実はこちらにですね、回すため、あるいはミラーするためのメニューがあるんですね。ですからこれを掴んだ後ですね、こちらのメニューを選べば、まあ、このように回転するわけなんですけども、デフォルトではですね、画面がオートスクロールになっているので、このままですね、先ほどのアイコンのところまで行こうとすると回路図が逃げてしまうんですね。まあ、この逃げる量はですね、前のバージョンから少し抑えられていて、まあ、随分操作はしやすくなっているんですね。でもここでですね、逃げない方法があるんです。まあ、それは何かというと、シフトキーを押すことなんですね。まあ、シフトキーを使ってやってみますね。こちらで部品をつかみます。つかんだ後、シフトキーを押すんですね。まあ、そうするとオートスクロール切れますのでね、こちらのメニュー選びやすくなりますよね。まあ、そのオートスクロールはですね、まあ、ツールの設定からスケマティックのタブのところにですね、ここですね、オートスクロールというふうになっていますので、このオートスクロールのチェックを外しておけばですね、まあ、握った後何もしなくてもオートスクロールはされないようになるんですね。まあ、ここでいや、オートスクロールもちょっとしたいんだっていう時は、この状態で、まあ、シフトキーを押してもらいますと、このようにですね、オートスクロールしてくれるんですね。まあ、つまりシフトキーがですね、オートスクロールの、まあ、オンオフのトグルの機能になっているわけですね。次はですね、こういった機能型のパーツを置いた時ですね、これはユニバーサルオプアンプですね。まあ、これコントロール右クリックしますと、ここにですね、スパイスパラメーターがいくつかあるんですね。まあ、従来ですとですね、これをこんな風にして、まあ、表示しまして、このパラメーターをここで変えてっていうようなことをしていたんですけども、まあ、新しいバージョンではですね、そのまま右クリックをしますと、このようにですね、ダイアログが出て、まあ、とっても見渡しが良くなっているんですね。まあ、そこで好きなものを変更するということができるわけですね。まあ、これとっても便利ですね。例えばこれバンドパスフィルターの特殊ファンクションなんですけども、これも同じような感じで、このようにパラメーターがですね、まあ、この場合ここにも出ていますけども、まあ、ここで記述を変えた方がですね、一個一個変えられるので、まあ、とても便利ですよね。まあ、それからライブラリーシンボルの作成の時のルールが変わったようですね。こちらにですね、ウェブからダウンロードしてきましたデバイスのファイルがあるんですね。ここ .lib で読み込んでいますけど、これ右クリックしますと、まあ、こんな風に出てきますので、ここでオープンっていう風にしまして、まあ、ファイルの中身がわかるわけですね。で、このライブラリーファイルのシンボルを自動で生成することができるんです。まあ、それは以前もそうなんですね。やり方はですね、まあ、こちらのサブサーキットのところにカーソルを置きまして、右クリックをするんです。まあ、そうしますと、ここにですね、クリエイトシンボルっていうのが出てきますので、これを選択します。まあ、選択しますと、シンボルを保存するディレクトリーをこのように聞いてきますので、まあ、これで良ければですね、保存というふうにするわけです。そうしますと、このように自動で作られたシンボルが出てきますね。まあ、そして先ほど選んだパスのところに保存されているわけです。まあ、あとは自由にこれ編集して自分の気に入ったような形にすればいいんですけども、以前はと言いますと、このファイルは自動的にオートジェネレートというフォルダーにですね、集められていたんですね。まあ、それが新しいバージョンではですね、自分でその都度選択できるような形になっているわけです。まあ、その時にポイントはですね、このようにシートに置いてある .lib から選んでいくっていうところがポイントになるかと思います。まあ、このようにですね、自動でシンボルを作った時のもう一つの注意点は、右クリックをしまして、こちらのアトリビュートからエディットアトリビュートを選びますと、まあ、このようにですね、実際にそのモデルを作った元のサブサーキットのライブラリファイル、どこにありますかということが絶対パスになっているんですね。
まあ、絶対パスになっていますとですね、まあ、このモデルを移動すると支障ができてくるので、まあ、全部消してしまうというようなことが賢明かと思います。まあ、皆さんもですね、使っていて、あ、これ新しい機能だねっていうようなことを発見しましたらですね、この動画にですね、コメントで教えていただけると嬉しいです。まあ、今回はですね、視聴者さんに教えてもらった小ネタ集でした。今日はここまで。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。